ビキビリにしましょうか。オッケー。勝った。痛い痛い。危ない危ない。危ない。はい、皆さんこんにちは。白黒チャンネル黒猫のチューニーです。グッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。はい。そして今回も好きなゲストをお呼びしております。はい、スクエアエニックスの運営ディレクターやっております宇津木です。よろしくお願いします。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネル進めていきたいと思いますが、はい、本日はファイナルファンタジー13のイベント編のご紹介ということで、はい、はいはい、そうですね、宇津木さんからこう熱い思いをね語っていただき、裏側をね、はい、どんどんお伺いしていきたいと思います。はい、はい、で、今回このイベントが、次元の狭間にね、そうですね、うん、はい、中にあります、はい、メンテ役からあると思うんですけど、ファイナルファンタジー13の風作閣ハングドイッチという風作閣ハングドイッチ、お、はい、これは原作でいうとこのどのあたりなんですか。割と最初 の方ですね。お、割と序盤に出てくる、うんうんうん、まあ、山場というか見せ場、そうですね、多分みんなの印象が強く残ってるんだろうなっていう、もうみんなが集められてですね、うんうん、まあ、パージされてしまうところの、まさにそのシーンで出てくるところなんですけど、まあ、ちょっとそこのところを今回 FFB の切り取って、はい、そうですね、うんうん、切り取って、はい、イベントにしているという形です。なるほど、はい、はい、では早速、お知らせにも来てたのでね、はい、うん、中身をご紹介いただきましょう。はい、そうですね、これ、うん、もはや朗読になってしまう、まあまあ、そうですね、こう、まあまあ、FF13 なんで、まあ、高度に機械文明が発達した都市国、はい、うん、まあまあ、まさにそこのシーンを、そこのハングドエッジっていうところのエリアですね、うんうんうん、ここで起きた出来事を、今回のイベントにしているという感じです。まあ、次元の狭間に現れた、まあ、このですね、幻影という表現を用いてますけど、うんうん、まあ、レインたちはですね、ここでこう13で行われていたまさにそのシーンに、出くわしてしまうというところですね。なるほど、はい、で、まあ、市民を排除 しようとする兵士がいたりとか、まあまあ、ちょっとそうです、13に出てきた敵キャラが出てきて、うんうん、まあ、なんかこう逃げたり逃亡したり、その戦っている、まあ、人たちのその思いをレインたちが今回追体験すると、うんうん、はい、いうイベントになっております。ファイナルファンタジー13をね、まあ、ご存じない方のための結構説明、そう、ね、そうですね、これ読めばすごいついてこれます。今回も素材がいろいろねゲットできたりとか、はい、オリジナルの、はい、まあ、アビリティとかが、そうですね、うんうん、はい、あの入っておりますで、うん、まあ、はい、前回引き続き、まあ、収集大好きなモーヴィの王様がですね、王様、トロコイド歯車っていうの、うんうん、はい、これをちょっと集めていてですね、なるほど、これといろいろなものが交換できると、うんうん、で今回は FF13 にですね出てくる、うんうん、アビリティからいくつか、うんうん、持ってきておりまして、この天命版雷は、ライトニングにつけられる、うんうんうん、はい、アビリティ、そうなんだ、そうなんです、で、ライトニング専用ですね、はい、嬉しい、すごい、でスノーの専用アビリティはテンション上げ上げ、テンション上げ、なんか大丈夫です、ちょっとこれで合ってるんですよ。なんか適当に開発がつけたとかそんなことない、なんかあの原作知らない人から見たら、私みたいな方から見たら、あれちょっとパリピ混ざってないみたいな、パリピンポーみたいな感じ、びっくりしてました、お知らせにて。大丈夫ですかね、原作は合ってるってことですよね。まあ、ちょっと原作を踏襲して名前付けさせていただいてます、はい、で、あとはまあここに出てるアタッカーと、もう一個、はい、あの、まあ、実際に見ていただいたら分かると思うんですけど、うん、ディフェンダーというあのファイナルファンタジー13キャラクターだったら付けられるっていう汎用アビリティは、はい、なるほど、はい、入っております。じゃあぜひ、ね、今回 の、ね、あのゲットしていきたいところ、はい、そうですね、はい、アタッカーもとディフェンダーは、はい、サーティンキャラで付けられる、はい、そうですね、サーティンキャラだったらどのキャラでも OK です、うん、はい、うん、はい、というわけで、今回追加されるイベント限定装備なんですけども、はい、神器エンブレムと豪傑のタリスマン、はい、うん、そうですね、なるほど、この2つが今回の限定レシピで手に入る、はい、武器とアクセサリーですね、うんうん、はい、武器なんですね、神器エンブレム、そう、神器エンブレム、エンブレム、武器ですね、はい、な、何に入るんですか、武器のカテゴリーは。カテゴリー的には格闘武器なんで、あの爪のマークですね、はい、はい、あれになる、はい、あれに、まあ、ちょっと服なんですよ、うんうん、あの原作踏襲なんで、うんうん、まさにスノーが着るその神器エンブレムっていう名前の、まあ、武器というか服というかなんですけど、着てますもんね、こう長いコートみたいなやつをね、なんですなんです、なんですけど、まあ、こいつは一応今回のカテゴリーでは、クローというか、まあ、格闘武器に分類される、うん、はい、ものですね、まあ、でもそうするとね、はい、このね攻撃と一緒に防御があるのもなんとなくね、すごいですね、
着るからね、うん、そうですね、着て気合も入って防御も上がるっていう、はいはい、そうですね、あの防御付きの武器になりますね、うんうん、はい、で五穴のタリスマの方が攻撃プラス10、はい、まあ、こっちはあれなんですけど、うん、オートブレイブ、オートブレイブ気になったんですよね、あのブレイブって攻撃力を上げるバックマークあるじゃないですか、 はい、あれが、自動で発動します、めっちゃいいじゃないですか、え、いや、うん、モリモリしてる状態ですか、モリモリしてる状態ですね、常に、そ、はい、そうです、これだからちょっとあのアタッカーには随分持ってこいのアクセサリーですね、はい、この五穴のタリスマはデスノーがつけてるアクセサリーのイメージ、はい、そうですね、あ、なるほど、はい、なんか下げてますもんね、そうですね、はい、うんうんうん、はい、というわけで早速、このハンドドエッジ超級から挑戦してみたいと思います、じゃあちょっとおなじみのポーズがあるのでちょっと驚くかもしれないんですけど、はい、やってもいいですか、あ、もうどうぞ、なんかちょっと宇津木さんこのなんだろう、そうだね、こうやるね、せっかくならね、でもやってもらいたい、ここでテンションの壁を感じたくないから、まあ、一緒にね、そうですね、はい、うん、行ってみ中にってあるんで、わかりました、一緒にじゃあこうです、はい、うん、こうなっちゃうとさ、なんか宇津木さんさ、あ、じゃあみんなで見て、みんなで見て、オッケーオッケー、あ、わかりました、はい、というわけで、はい、じゃあ早速行ってみ中に、じゃあ、今回、上級までを、まあ、プレイした感想だと、はい、機械系が多そうだということで、多いです、魔法パーティーのサンダー系を使える子でまとめてみました、はい、で前回 の、 そのイベントの時には、うん、まあ、あの回復を考えてとりあえず、もうとりあえずワンキルをするっていうところだけに注意力をしてきたの で、ね、今回もそのテンションでいきたいと思います、いけいけ、ワクルルがね、はい、まあ、いざとなればキアルラも使えるし、あの、ね、サンダラも使えますし、うん、この子連続魔持ちなんで意外と、うん、あのアタッカーにもなるので、そんな感じでいってみたいと思います、はい、これライブラとか しない、ライブラしとくもうそこはもう一応いっちゃう、どんな感じかね、もうライブラ好きだな、もうやりたいな、まあ、こっからですよね、一応ね、あれか、この人は兵隊だから別に耐性とかは特にマイナスとかもないんですね、そうですね、はい、この辺とかは機械こいつで、この辺はもう全然、そうですね、これゲパルトはもうバキバキのメカです、バキバキのメカ、そうですね、バキバキをビギビリにしましょうか、オッケー、オッケー、いきましょう、じゃあとりあえずね、はい、というわけでボスですかね、はい、そうですね、クリーガー、気候兵クリーガー、はい、おー、すごいな、ライブラスかね、一応ね、まあ、でも見るからにメカですけど、メカですね、おー、炎だ、でもうーしかもあれは結構無効ですよ、うん、よし、じゃあ行きまーす、はい、あれで嘘でした、あ、ちょっと足りなかった足りるっつって、いや、足りなかった、あ、ハッパ8ターンだから、あー、うん、分かる分かる、その計算です、あー一発一発、あれちょっと、あれ結構強いね、防御力ね、うん、まあ、ちょっとだけ硬いですね、ちょっと硬いですね、ちゃんと決めますね、今、おっしゃった今、うっかり苦情苦情して、すごかった、びっくりした結構ミスるんだ、こういうのねこういうのやるからさ公式のニコ生で事件が大体するね、奇跡をね、あれこれこれ、はあ、結構強いじゃん、ねえ強い、硬い、固めですね、硬い、さあ、あ、防御耐性みたいなついてるんだ、うん、ね、あ、ちょっと見てみれば、これ今これ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 で気づかなかったんですね、これで長押しした方がいいか、長押しすると、うん、気づいちゃいましたね、防御ステータスと精神ステータスがあって、精神もアップして、もう一度ブレイクしたらしたれしたれあ、かわいそう、あ、もう、もうふわふわです、なるほどね、なんか異様に硬いなと思ったこういうことか、ちょっとびっくりした今、はい、またまた、やっぱバンさん使える子だな、そうですね、ありがとう、バンさんいつも、うん、でも硬い、意外と耐えますね、ね、耐えますね、これデスペル系持ってきたら楽ですね、絶対、はい、デスペルあると楽ですね、あ、じゃあラスエルさんが輝きますね、うん、ですね、よしこ、おー結構耐えるな、硬いですね、重いほど耐えますね、硬い、いつもだと結構耐える、そうですね、確かに、でもまあファイヤーが効くっていうことなら、ファイヤー系がね、まあそうですね、炎が効くので、
あ、やるしかなくて無理だから、どっかで聞いたことがある。それで人間として戦いていたんだな、はい、ぼんやりしてるビジョンに影響されてないか、してたされてるよね。あ、毎回されてるよ。あ、大丈夫、むしろ勇気が出たくらいだ。たとえ世界や国正体は違っているとし、育児と戦う思いは一緒だったかったからな。かつレインクス来た、前向きですね。ピュア、そうですね。ピュアすぎる。ダメ、あ、闇落ち着き。私ダメだ。はい。千ウラン鉱っていうのかな？かな、はい、うんうん。とりあえずこれはあれですかね。例のキー素材ですね、うんうん、はい。これは長久でゲットできました。結構あれリピートだと物理の方がいいのかな。どうな、でもデスペル持ってけば、まあまあまあ、そうですね。うん、はい。はい、というわけで早速請求挑戦していきたいと思いますが、はい、さっきのね長距離に比べてちょっと強化しまして、はい、まあ、一応ね、こんな感じでいきたいと思います。魔法パーティーですね、はい、で今回は、まあ、覚醒級ということなので、はい、同行者もね、お手伝いいただいて、はい、行ってみたいと思います、はい、ドキドキする。で、長距離の時に結構デスペルがね、使えるっていう話だったので、ラスウェルさんも入れてみました。はい、はい、いいと思います。ということで行ってみたいと思います。はい、どう？そう。あ、なんかもう見た目強そうだもん、さっきよりだって。知らんやついるよ。知らんやつ。この人ほら。ちょっとね強そうだね。だ今まで真ん中にいた飛んでるやつが隅っこに追いやられる。そうだよ。ちょっと俺の出番だ。特殊戦術師。特殊戦術師強そうだね。強そうだね。はい、集中します。はい、頑張れ。からの、え、まあちょっと人にやってもらって。よし、何。あ、結構やっぱ強いな。7000で硬いな。硬いですね。耐久は高めです。なるほど、これあれだ。MP との戦いですね、うん、あの MP コントロールは、はい、あー、魔法パで行くんだったらちょっと気をつけないと危ないですね。魔法パある。大丈夫、いける。じゃあ次、まあ、X ですわ、まあ、うん、強いでござる、強いでござる。変異が強いでござる。頑張れ。どんぐらいかね、これで HP がどんぐらいか分かんなくなる。あ、わー、結構ありよ。だってヒーモス機械だけど、はい、獣なんですね。そうですね。なので今ビーストキラーが入ってる。そうだね、イフリートの。いきます。ますね、おお、いったー。わー、あ、通る。通るね。通るね。ダメージがね。うん、3万とかですよね。まあ、タイガー、オリガイレチェのブリ、サンダガイレチェ。向こうが防御体制を取る前にフルブレからのサンダガイレチェでもいいと思いますけどね。あ、確かに。まずは力押しで行ってみて、対策捉えたら多分ラスウェル。ラスウェルが輝くですね。ですね。輝く姿を。フルブレして、うん、あ、フルブレじゃなかった、集中すればよかったか。あ、いや、まあまあ大丈夫です、大丈夫です、はい、どちらでも大丈夫です。ちょっととりあえずなんか取り組まれるようにして、ね、いきます、うん、お願いします。おー、あー、いや、集中だったらこれ言ってた気がする。どっちかな、どうかな。いや、でもデスペルが輝くと思う。デスペルが輝くか、うん、そうですね。このためのさ、デスペル。そう、あれまだ対戦してない。あ、対戦してない、うん、してるしてる。ちょっと待って待って、今クジャさん、クジャさんごめんね、ちょっとね、ケフカとクジャが殴られちゃいましたね。殴られましたね、今。ごめん、デスペル、デスペル、デスペル、この敵一体にデスペルの効果っていう剣術ですね。これだ、これだ、はい、これだ、はい、これフルブレも切れちゃいますからね。そうだ、消えちゃったね、うん、そうですね。ほんでもって、まあ、でも倒せる、倒せますな、倒せますな。あ、これあれだな、ちょっと一応バンにケアルラとか積んどきゃよかった。 あ、そうね、そしたら完全に物理パック、うん、そうですね。これ今回復のね、確かに最高印象たちが福田さん自分で、さすが福田さん自分でちょっとエクスプレーさせていただいて。そうね、ちょっともう一回ぐらい、あ、あ、いけるいけるいける、いけるかな、大丈夫だ、うん、怖い、あ、怖い、次が大丈夫かな、緊張して、いやいや、そんな、望んでやめてください。いやいやいや、まあまあまあ、行ってみましょう。MP は大丈夫ですもんね、大丈夫ですね、うん、そうか、そうか、そうか、魔力やっぱり高いの揃ってるんで、うん、いいですね、うん、重攻撃機、マナスビン、マナスビン、はい、マナスビン強そう、こいつもサンダーでいいのか、集中しちゃうよ。頑張れ、行ってみましょう、うん、集中してからの、まあ、メカですからね、メカですね、はい、あ、怖い、こいつ分身とか、分
あーまあまあでもまあ行きます。はい、ゴーゴー。結構行くんですね。おー、勝った。痛い痛い、危ない危ない。え、危ないでござる。あ、しかも暗闇が食らうんですね、はい、実は入ってるんです。なるほど、やっぱりじゃあマナスビンは特殊物理系攻撃が多めなのです。なるほど、なるほど、敵キャラですね。なるほどね、はい、でも多分フレブレイルだから多分行くと思います。行ける行ける、攻めに攻めてくる。そうだよ、攻めましょう。攻めが大事だよ。ジョキフキが死んじゃったらどうしよう。ケッカさんやばい。ケッカさんはちょっと防御、そうですね、低いですからね。そうですね、そこがまた可愛いところですね。そうですね、この攻撃一辺倒な感じが。おぉ、危ねぇ。あー、よかったよかった。お、殺しちゃいましたね、うん、やだよ。わかったー。あー、よかったー。よかったよかった。ここでは、はい、お、300個。へぇ、まあまあ初回クリアは、初回クリア。あ、なるほど、びっくりした。びっくりした。ちょっと毎回もらえたら、ちょっとテンパっちゃう、テンパっちゃう。いや、まあね、まあ、これ出てる間にあれなんですけど、そうですね、都市伝説になる前にあのここで一つ、ですね、すごい何百個とくれる、メタルジャボテンが出ることがあります。で、そいつに会えると、まああれです、まあ、倒さなきゃいけないんですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ強くはない、普通に覚醒級クリアできる方だったら倒せるぐらいなんですけど、なるほど、はい、まあ、各級によって強さは変えてます。おー、でマンボンとか来ないとですよね。マンボン、まあ、そうですね、ほとくとマンボンしてきますね。やめて。あ、でもまあまあそんなに、 あくまでボーナスなので、それずっと飛んでればマンボン来ますけど。そうですよね、はい、まあまあ全然大丈夫。こういう時はその対策で、あれを持ってきて、ボブのかけらとかをアイテムに置いた方がいいかな。念のためにね。まだ出会ってないからわかんないけど、どんな風に出てくるか、ね、はい、まあまあちょっと詳細は一回さっておき、でも私その辺で出会ってね、マンボンされたらね、ちょっとね、コンテンツするの。はい、ということで早速ね、先ほど覚醒球をクリアできましたので、はい、モーグリオさんに会いに行きましたよ。今回はどんなことを集めてね、集めてない、タロコ糸を歯車を手のコレクションと交換クポ。そうですね、うん、欲しがりだな。これは歯車ですね。あ、なるほどね、歯車、はい、まあ、うん、はい、覚醒素材、うん、覚醒はもうまた置いてありますね、うんうんうん、これは一応もうあの現状の予定なんですけど、はい、あのイベントごとに置いておこうかなと考えておりまして、はい、はい、まあ、なんで、うん、この辺もめっちゃあれですね。あ、はいはい、この、汎用の、そうですね、アビリティ作れるやつ、レシピで作れるやつとかもね、うん、はい、はい、もう、なんでしょうね、結構僕らの予想以上に、うんうん、すごいいっぱいポイントを集めてくださって、使い道がないぞって言われてすごい、まあ、かといってなんかそんな方がいらっしゃったのか、ね、すごい。で、まあ、どうしようかなと考えた挙句に、ちょっとすいません、まだいろいろ足りてないんですけど、とりあえず今入れられそうだなと思ったものを入れておきましょう。あ、もうでもありがたいですね。うん、意外と素材、異界の玉がないとかよくありますからね。そうですね、なんか意外と取りこぼし素材があると作れなかったりして、ね、はい、まあ、もうその辺レシピで作れるものに関しては、で、まだ始めたばっかりの方とか、多分レシピを取る手前にまでしかストーリー進めてない方もいらっしゃると思うんで、まあ、なんかもうそういう人はもう全然今回のイベントやってて、なんでしょう、その辺気にせず進めてもらって、こっちで取ってくれてもいいですよっていうつもりで入れてます。なるほど、なるほど。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。月さんから最後熱い思いを。はい、あ、はい、ですね、毎回毎回イベント作ってて、いろんなご意見とか本当にありがたく受け止めて、ご意見本当にお問い合わせとかでも全然構いませんので、いただければここに生かしていきますので、よろしくお願いします。まあ、そうですよね、前回のその使い切れないよっていうご意見が今回ちょっと反映されてるのもありますね。ですね、はい、あったりとか、ちょっと体力とかも、と覚醒のところが、そうですね、消費スタミナのところとか、はい、ちょっとできる範囲の、あ、まあ、あとはあれですね、ちょっとサプライズ要素も欲しいなっていうところとか、ちょっと盛り込んでみましたね。いや、本当にね、はい、ぜひぜひコメントとかでね、はい、ジャボテンあったよみたいな方がいらっしゃいましたら ね、ぜひね、嬉しいなと思って、ね、何個だったみたいな、ね、そうですね、なるほどね、頑張ろうみたいな、おじさんに聞きたくて聞けなかったけど教えてもらえたね、みんな嬉しいから、ね、嬉しいからね。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。また見てくださいね、バイバイ。は
い、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてくださいね。こちらのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、下の赤いボタンをタップまたクリックでできるのでぜひぜひよろしくお願いします。ではまた見てね。バイバイ。